秀デ海拓也は東京都江戸川区出身で、木瀬部屋所属の現役大相撲力士。本名は岩崎拓也。身長185センチメートル、体重167キログラム。血液型は A 型。最高位は東前頭6枚目。目標とする力士は上皇流。おいて風部屋の小猿は実定である。二人兄弟の長男として生まれた。 江戸川区立上一式小学校一年次に相撲を始めた。10歳で台東区立小松流道場に通い始め、小学生時代から道場で出る団体戦のレギュラーメンバーを務めた。中学校は葛飾区立大道中学校に進学し、中学校の相撲部でも一年次からレギュラーとして活躍している。道場も葛飾白鳥相撲教室に移籍。 葛飾白鳥相撲教室途中学の1、学年上には千代大龍が、7学年上には大道がいるが、中学相撲部でのレギュラー入りは千代大龍より、秀デノ海の方が先である。2004年4月の台東区春季相撲大会では、前月に中学を卒業し、足立新殿高校に進学していた千代大龍と、決勝戦で対決して勝利し、優勝をしている。小学、 中学と大活躍をした秀野の海は、中学を卒業して、埼玉栄高校に進学し、相撲部に入部。一年次から団体戦レギュラーメンバーとなり、インターハイ団体連覇を経験。二年次の秋からは一年間首相も務めた。二年次に高等学校相撲金沢大会で、個人優勝をするなど、高校時代は団体、個人ともに活躍した。高校卒業後は、 複数の相撲部屋からスカウトもあったが、日本大学に進学し、相撲部に入部。同級生には、大規法が、一学年上には上高流がいる。しかし、大学3年頃から稽古に真面目に打ち込まなくなった、ため、大学卒業までの4年間で主だったタイトルを、獲得することはなかった。大学卒業は、大相撲の道へ進み、大学の先輩である、木瀬親方が師匠を務め、 目標とする上交流もところ属している木瀬部屋に入門2012年5月場所で前相撲から初土俵を踏む。初めて番付に名前が載ったよく7月場所はいきなり序の口優勝を決め序二段上位まで躍進したよく9月場所も7戦全勝の序二段優勝としこの時点で14連勝。翌11月場所は三段目に昇格したが この場所で連勝は16でストップした。2013年1月場所で幕下に昇進して、以降は幕下に定着し、同年11月場所では、関取昇進の可能性がある幕下15枚目以内の地位まで番付を上げた。2014年に入ると体重が急増して、相撲の圧力も増すようになると、東幕下9枚目の地位で迎えた7月場所と、最高位を更新して、 西幕下2枚目とした9月場所を、それぞれ6勝1敗とし、場所後の番付編成会議で11月場所での新重量昇進が決定した。関取昇進を確定させた折には、2年でに上がりたいと言っていたけど、そんなに甘くないと思っていた。大学時代流行ることやらずにいたけど、今は一生懸命やってるのでと、プロ入り後の充実した稽古が実った様子を語り、四個名も、 新十両昇進を機に本名から秀の海に改める。この嗜名は日本大学相撲部監督の田中英樹の名前から、A、母親の名前からの師匠の現役時代の嗜名から海を取ったものである。当初は稀勢の富士という候補もあったという。東京都からの新十両は2012年9月場所の大気模以来戦後46人目。 この場所は3日目の先駆け線で左足首を捻挫し、直後には自力で歩行することができないほどの重傷を負った。全治6週間と診断され、4日目から途中休場。後に中日から再出場し、結果として場所を7勝5敗3球で終えた。2015年1月場所は5日目まで1勝4敗と不調であったものの、それ以降は追い上げ、 最終的には9勝6敗の勝ち越し。5月場所は東十両5枚目で11勝4敗の好成績を上げて7月場所で新入幕を果たした。入幕後は2場所続けて負け越して十両に陥落したが、陥落2場所目の2016年1月場所で十両優勝を果たし、続く3月場所で再入幕。同時に自己最高位も更新した。その3月場所と翌、 5月場所を連続して負け越しで終え、再び重量へ陥落。同年9月場所はショッキングピンクの締め込みをして話題になった。本人曰くホームテックさんの化粧回しが黄色なんで締め込みも黄色にしようかと思ったんですが、カレーパンマンといじられてますし、輝き関にも似てしまう。この色ならこれからも選ぶ人はいないでしょう。 三度目の入幕となった十一月場所は十四日目のこと有期船で張り手を受けて失神し、右足親指を負傷した。呼び出しに体を支えられて車椅子で運ばれ、医務室に向かった後、福岡市内の病院へ救急車で搬送された。この取り組みがもとで、頭部、右足打撲などで30日間の安静が必要と診断されて、先週楽を休場。 場所成績も4勝11敗の大敗であった。この場所の幕内の球場は、この球場のみであったが、幕内の球場が、千秋楽の一人だけであったのは1960年、9月場所以来のことである。2017年4月9日の春、巡業静岡場所では、弟の小猿に、秀の海が、プロ入りして初めて胸を出した様子が伝えられた。 5月場所は東十両5枚の地位を与えられ、8勝7敗。7月場所は、やや幸運で2枚半上昇の西十両2枚目。8月8日の夏巡業青山学院場所では、弟の小猿と共に握手会を行って、ファンサービスに努めた。2018年1月場所は、序盤から黒星が先行したものの中日から7連勝と調子を上げた。 その間に重量の成績上位者が相次いで星を落とし、十四日目終了時点で四敗で、単独の首位に躍り出たが、先週楽の高源寺戦に敗れて五敗に交代。その後の妙義龍との優勝決定戦にも敗れ、重量優勝を目前にしながら逃す結果となった。しかし先場所に続いて二場所連続での二桁勝利として、復調を印象付けた。翌、三月場所は、 八場所ぶりに幕内に戻った。しかし場所を通して振るわず、三勝十二敗と大敗を、喫して一場所で十両へ逆戻りとなった。2018年9月場所は、千秋楽の不戦勝によって四場所ぶりの勝ち越しを確定させた。2021年1月場所は西十両六枚目で11勝4敗の好成績を上げたことから、翌、 3月場所は3年ぶり5度目の幕内昇進となり、西前頭15枚目の地位を与えられた。この場所は8日目までは2連勝と2連敗を交互に繰り返す星並びであったが、9日目からの5連勝が光り、12日目に幕内で初めてとなる勝ち越しを決め、最終的に10勝5敗と2桁まで星を伸ばした。この場所は、 弟の小猿も西前頭8枚目の地位で同じく10勝を挙げており、兄弟揃って幕内で2桁勝利を決めた格好となった。これにより、翌5月場所は兄弟共に最高位を更新。小猿は6枚上昇の西前頭2枚目で最高位を2枚更新したのに対し、秀での海自身は番付運に恵まれ9枚半上昇と勝ち越し5点の倍近くに番付を上げて、 東前頭6枚目となり、最高位は6枚反抗心と躍進した。この5月場所は、初日の大野章戦は黒星スタートだったが、その後4連勝して、序盤戦は4勝1敗の好成績。しかし6日目以降は12日目の若隆影戦を除き、すべて黒星と大きく崩れ、5勝10敗に終わった。この場所は、弟の勝猿も5勝10敗だった。 中安固体系を生かした右四つの相撲が特徴で、浅い上手を取れるかどうかに勝敗が、比較的左右されやすい。多くの場合、前に出て勝つか寄り切られて負けるかの二つの一つで、あるが、たまに上手からの攻めで負けることもある。2019年5月場所9日目の大甘み戦では、諸差ししからの攻めで三連敗中であった大甘みを、下し右差し左上手だけの力士ではないところを、 見せたが、その日の NHK 大相撲中継解説の21代、音は山曰く、狙ったのではなくたまたま諸差しになったとのこと。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。